まあ、そういう子の方が多いんですけどね、確かに。まるんちゃんは反対にちょっとしんどいから、そういう余裕がないという。うんうん。ちゃん。ちゃんめね。よし。ごめんなさい。上手だね。まあ今お薬、これはラキサトーンって言って食べた異物とか毛をね、便に出しやすくする薬ですね。でまあ見なかんかったけど、この色ね、舌の色とかさ、歯茎の色がね、ちょっとピンクだけど、ピンクだからちょっと薄いかな色は。よしよし。ごめんなさいね。抗生剤とメトクロプラムで胃腸を動かす薬とブプレノルフィンで痛み止め。こんな感じですよね。でまあ、これはあの銀温水、お水だけど銀が入ってるんです。よしみーちゃん。このクリームは3種類の薬が入ったクリームですね。抗生物質とカビを抑える薬とちょっとステロイドの弱いやつが入ってますね。それとミントちゃんのおしっこ検査の、はい、おしっこにどんだけタンパが出てるか、でクレアチニンが出てるか、これをワット UPC 尿中タンパククレアチニンで、これ、まあ、モルモットの正常はないんですけど、ワンちゃん猫ちゃんでいくと 0.2 なんですね。で 0.2 から 0.4 か 0.5 ぐらいの間がグレーゾーン、 0.4 以上、まあ、犬で 0.4 じゃね、猫で 0.5 以上だとタンパク出てるよということになるわけなんですけど、だからグレーゾーン、ちょっと出てるかもしれないから、でも1回だけでは何とも言えない、こういうのは。だからちょっと間を置いてまた2回、3回と調べて、2回、うちは基本2回調べるんですよ。2回とも高かったら、ちょっと腎臓病が、ね、あるかなと予想して治療を追加しますね。DVD ね。ごめんね。はい、これ。まあ、こうちょっとでやっぱり免疫力下がってるから、こういうとこね。そうですね。もともとね、ちょっと赤かって。モルモットはなりやすいんですけど、測定皮膚炎。だからそれをちょっと治療予防する薬ね。もともとこれ人間の褥瘡の薬なんですよ。あ、そうなんですか。人間用、モルモット用じゃないです。ごめんね、ミントちゃん、泊まり悪いから。
サラサラだったじゃん。少しだけでそんなにないぞってだからね。はい。みんな大丈夫よ。それじゃあね、うん、高橋君はマップ持ってって、もう流動食あるよね、うん、ミントからちょっと流動食を、マットと流動食ね、はい、行くよ。一緒なんだ。はい。なるほど。